私の名前はなるみ、戸建てに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。最近は雨続きだったけど、今日は久しぶりに晴れたから近くを歩いて軽く散歩しようかなって思ってたんだ。それなのに、そんな気分を台無しにするような LINE が届いたの。うちの嫁に何を言ったんですか？はい？なるみさんが余計なことを言ったせいで嫁が帰ってこないじゃないですか。子供が生まれるから会えるのを楽しみって思ってたのに。ちょっと待ってください。どういうことですか？奥さんってことはあゆみさんのことですよね？確か今里帰り出産で実家に帰っているんじゃないですか？それで子供が生まれたんです。念願の子供が。俺も病院に行って子供の顔を見たんですけど、その後は仕事で、やっと休みが取れて会いに行こうとしたら、顔も見たくない実家に来るなって言うんですよ。そんなひどいこと言われたんですね。だけどそれが私と何の関係が？いきなりこんなことを言われて分からなくて、頑張って話を聞いてみたんです。そしたらあゆみがなるみさんと話をして気持ちが変わった、あなたみたいな何もできない旦那はいらないとか言い出して。え、ちょっと待ってくださいよ。なんで急にそこで私の名前が出てくるんですか？私、あゆみさんに変なことなんて言ってませんよ。俺もよくわかんないんですけど、もう別に旦那は必要ないとか言い出して、離婚はしないけどお金だけ振り込んでくれとか言われて、もうパニックなんです。ちょっと落ち着いてください。直接会って話したり電話はできていないんですか？直接会いたいって言っても絶対に家の敷居をまたがせないって言われてます。それだけじゃなくて電話も出てもらえなくて、俺は何がダメだったんでしょうか？妊娠中に何か良くないことを言ったりしましたか？あとは例えば飲み会に頻繁に行ってあゆみさんのケアをしなかったとか。会社にも妻が妊娠していることは報告していたので定時で毎日帰っていました。家のことだって俺がほとんどやっていて、ここ1年は俺が食事を作ってます。食事を作るだけじゃなくて買い出し、あとは片付けとか。あゆみはつわりが結構長くて苦しんでいたんです。なのでほとんど俺が全部やっていました。もちろん完璧ではないでしょうけど。わかりました。私の方でも少し話を聞いてみます。あ、すみません。今冷静になって考えてみたら、なんて失礼な LINE を。初めての子供で嬉しくていきなり突き放されてパニックになってしまって、失礼なことを言って本当にすみませんでした。いえ、私の方でもちょっと話を聞いてみます。何か分かったら LINE するので待っていてください。ありがとうございます。なるみとあゆみの LINE。 お子さんが生まれたって聞いたんだけど体調は大丈夫？なるみさん、本当にきつかったよ。思ってたよりも痛いし、もう体がバキバキ。無事に退院はできたんだね。うん、なんとか退院できて本当によかった。それで疲れているところ聞くのが申し訳ないというか。何？もしかして子供の名前でも聞きたいの？それも気になるんだけど、旦那さんのこと。旦那のこと？実はさ、旦那さんがすごく落ち込んでるところを見ちゃって、あゆみさんと会えないって肩を落としてたんだよね。ああ、なるほど、そういうことか。もしかして旦那がなるみさんにも連絡しちゃった感じ？もしそうだったらごめんね。それは全然いいんだけど、一体何があったの？妊娠中はいろんなことを気にしないといけないでしょ。そんな中でもしかして旦那さんに何か不快なことを言われたとか？まあ不快なことを言われたといえばそうかも。やっぱりそうなんだ。何を言われたの？元気な子供産んでくれとか、俺も育休取って1年は休むぞとか、生まれてくるまでにたくさん貯金しなきゃいけないから飲み会には行かないぞとか。え、それのどこが嫌な言葉だったの？こうやって言葉だけ見るとすごくいいこと言ってるんだけど。子供を産むのは私なのに他人事すぎない？もっと私に頑張ってほしいなら、なんかテンション上がるもの買ってほしい。ブランド物の洋服とかアクセサリーとかね。はい。それから育休で1年休むって、だから何って感じ。こっちは頑張って産んでるんだから1年ぐらい休んで面倒を見るの当然でしょ。それなのに自分かっけーみたいな感じが無理。言わんとしてることはなんとなくわかるんだけど、1年育休取るのって結構厳しかったりするでしょ。企業にもよるけど、だから純粋にありがとうで済む話なんじゃないの？私からしたら当たり前のことをあんな堂々と言われてもね。それじゃ
生まれてくるまで飲み会に行かないって話は、もともと別に言うほど飲み会行く人じゃなかったから、別にそんな苦でもないでしょうね。それよりも、節約したお金で私に何かプレゼントしてほしい。例えば、海外旅行のプレゼントとか、高級エステとか。けど子供が生まれたら、子供にお金を使うことになるでしょ。だからそのために頑張って貯めてくれるって話なんじゃないのかな。私、なるみさんと話して分かったんだよね。うちの旦那がどれだけ平凡な人間なのか気になってたんだよね。どうして私の名前が出てきてたのか。私の旦那と比べて平凡ってどういうこと。なるみさんの旦那さん、かっこいいなって思ってたんだけど、社長さんだったんだよね。そうだけど、あれだけイケメンで社長だったら、どうせ家のことも何もしないと思ってたの。それなのに、めちゃくちゃ献身的に支えてくれてるんでしょ。まあそうだね。今お腹の中に赤ちゃんがいるっていうのもあるけど、気遣いができる人だから、結構先回りして何でもやってくれるかな。その話を聞いて、うちの旦那ってどんなに使えないやつなのかって再確認したの。正直次の男を見つけようとは思うんだけど、子供が生まれたばかりでしょ。私も体がボロボロですぐには動けないし、今は ATM 代わりにお金を送ってくれればそれで満足なの。その言い方だと、まるで体が元気になったら次の男性を探すって言ってるみたいだけど。当たり前じゃん。なるみさんのところの旦那さんが素敵だっていうことはよくわかったの。だから私も素敵な旦那を見つけようと思って。そうやって隣の芝生にばかり目をやっていると足元を救われるよ。ヨータさんすごく優しくて、あなたのことを考えて動いてくれてると思うけど、なんだかいまいちっていうか違うのよね。なるみさんのところみたいに顔がいいとか年収があるとかだったら話は違うのかもだけど、顔もいまいち、年収もいまいち、それじゃあ私も満足しないわよ。顔が好みとか性格が好みとか、愛してたから結婚したんじゃないの。私、前は幼い顔が好きだったの。だけど年を重ねるにつれてダンディーな人に憧れるようになっちゃって、正直な話、今の旦那は全然好みじゃないのよね。だから次の新しいダンディーな旦那様を見つけようと思って。そんなのさすがにひどすぎるよ。奥さんのためにいろいろ頑張っていたのに子供には会わせないって急に言われて、お金だけ払え、その間に他の男を見つけますって。旦那にはもちろん言ってないわよ。子供に会わせないとは言ったけど、そのことで旦那さんから LINE が来たのよ。私が何か変な入れ知恵をしたんじゃないかって心配してた。またそうやって自分一人で勝手に突っ走って、本当に恥ずかしい男。旦那には適当に今疲れてるから一人でいたいって言っといてくれる？私が？そうそう、もちろん私が今言った LINE は全部秘密にして、今はナイーブになってるから実家でゆっくりしたいみたいって言っといてよ。まあ実際旦那の面倒を見たくないっていうのも理由の一つだけど。旦那さんから聞いた話だと、家のことはほとんど旦那さんがしてくれてるんでしょ。そうだけど、実家だとお父さんとお母さんがしてくれるもん。それだったら実家にいるのも家に帰るのも変わらないでしょ。旦那さんが不憫すぎる。けどもちろん悪いことばかりじゃないのよ。他の人を見つけようと頑張ってみるけど、もしかしたらやっぱり旦那が一番と思うかも。その時私はきっと旦那の元に帰る。真実の愛を見つけたいのよ。真実の愛、自分に都合のいいことを言ってるだけでしょ。とにかく旦那が何を言ってきても適当にあしらっていて。何か入れ知恵したんでしょうってブチギレるとかマジでウケる。旦那が嫌だから帰らないだけだっつーの。そうか、じゃあ離婚しよう。え？ああ、私はもう知らない。ちょっと待って、なんで旦那をここに呼んだの？私は旦那には言わないでって言ったじゃない。だから言ってはないじゃない。 LINE に招待したけど。そういうへりくつはいらないの。俺のことをどんな風に思っているのかよくわかったよ。何か至らない点があったのかといろいろと反省もした。だけどお前はただ俺のことがいらなくなっただけなんだな。ちょっとヨータ。お前にとっては俺は生ゴミと一緒なんだな。いらなくなったらゴミ箱に捨てる。でもやっぱり欲しくなったらゴミ箱から回収ってか。ふざけるなよ。
違うんだって、何か誤解があるみたい。俺はお前のことをサポートしたい、子供を大切にしたいと思ってた。そのためにいろいろと身を削って頑張ってきたのに。なんだよ、もっとイケメンで高収入の旦那がいいって。違うわよ、そんなこと思ってないって。あれよあれ、産後鬱ってやつよ。本気で悩んでいる人もいるんだから、そういう風に言うのは良くないんじゃない。ちょっと黙ってなさいよ。とにかくよくわかった。お前と離婚するのはいいけど、子供のことは諦めない。裁判でも何でもして、俺は絶対に親権を勝ち取るからな。ちょっと待ってよ、私のことも面倒見てよ。俺のことを ATM 呼ばわりする嫁はいらない。お前が新しい旦那を探したいというように、俺ももっといい奥さんを探すよ。あゆみさん、私はあなたの味方はしない。全面的に旦那さんの味方をするつもりだから。ちょっとなるみさん、いろいろとご迷惑をかけてすみませんでした。いえ、いろいろと大変ですね。だけどすっきりしました。これから自分が進むべき道が分かった気がします。では失礼します。よった。それじゃあ私もここら辺で。これだけかき回してそれで済むわけないでしょ。こら、なるみさん。ゆりとひまわりとあゆみのライン。本当にありえないですね、人間としても母親としても。旦那さんのことを ATM 呼ばわりするなんて。なるみさんと仲がいいママ友。てか、なんで話知ってんのよ。私がなるみさんのことについて知らないことは何もないんです。必然的にゆりと一緒にいる私も何でも知ってるんですよ。やばい、旦那めっちゃ怒ってた。あんなに怒ってる旦那見たことないかも。どうすればいいの。土下座でもすれば許してもらえる。土下座なんかしても心は動かないと思いますよ。誠心誠意心から謝ったら許してもらえるかも。いや、これは無理ですね。ちょっとした遊びというか、旦那に構ってもらおうと思っただけなの。嘘をつかないでください。マッチングアプリを携帯の中に入れてますよね。え、まだ実際に誰かと会ったわけではないようですが、お子さんはご両親に任せて自分は男と会おうだなんて。違う違う、そういうわけじゃなくて。じゃあどういうわけだったんですか。共通のお友達が欲しいなって。えへへ。子供を産んだ後に共通の友達を探すためにマッチングアプリですか。そんなの聞いたことないですけど。いや、ほら、ストレス溜まるからちょっとしたお茶みたいな。おかしいですね、ホテルで会うっていう話をしていたはずなのに。え、なんで電話の内容までバレてんの。ここで私が説明します。ゆりはなるみさんのことが大好きな、なるみさんのストーカーなんです。なのでなるみさんに関わった人のことは24時間365日監視しています。はあ。まあとにかくあなたのことなら何でも知っていると思ってください。あなたの携帯の中に入っているマッチングアプリ、それから誰と連絡先を交換したのか、誰と電話をして誰とどこで会う約束をしたのか、全部録音も残っていますから。ちょ、それ買い取ります。私が買い取るから誰にも渡さないで、いくらでも払うから。そうですか。だけど音声データはもう私のものではないんです。なのでその持ち主の人と交渉してください。それってまさか。まさかのまさか、旦那さんです。私たちは全面的に旦那さんの協力をすることにしましたから。あなたのような母親に面倒を見させるわけにはいきませんから。あっそ、もういいわよ。私が泣いて謝るとでも思った。子供を奪わないでとか言うとでも思った。この際第二の人生として自分の人生を謳歌してやる。そうですか。では第二の人生は裏の施設でどうぞ。裏の施設？ユリが経営している怖い施設です。そこではいろんな非日常があるので楽しんできてくださいね。ちょっと何って。ちょうど人員を募集していたところなんです。私はそんなところ行かないわよ。新しい男を見つけて結婚するんだから。最近暑くなってきましたよね。聞いてる？裏の施設はいろんなものがあるのですが、少し最近厄介なことがありまして。もしかして夏だし怖い話？私はもともと幽霊というものはあまり信じていませんでした。ひまわりに会うまでは。もしかして幽霊なの、ひまわりさん。そんなわけないじゃないですか。幽霊の知り合いがいるってだけです。
それも意味わかんないけど、私が経営している施設は結構いわくつきの場所が多いんですよ。そのおかげで安く買い叩けているというのもあるのですが。私に何をしろっていうの？一年だけ裏の施設で働いてほしいんです。はあ？ずいぶん優しいお仕置きだね。そこの夜勤をしてほしいのですが、ここ最近精神が狂う人が多くて、簡単なお仕事なんですよ。ただ監視カメラを見ているという仕事です。ただそれだけ？でも裏の施設って拷問とかであの世に行っちゃってる人が多いでしょ。ってことはそういう悪霊が？どうなんでしょうね。話によると監視カメラに知らない男性が映って、そいつがこちらを睨みつける。目が合うと目から血を流す。知らない女の人が自分の腕を掴んできた。次の日腕を確認すると手の跡がくっきりなど。私怖い話無理なんだけど。あとはあなたに行ってもらう場所はもともといわくつきの場所だったのですが、昔防空壕として使われていた場所で。無理無理無理、絶対出るやつ。そこには防空頭巾をかぶった女の子が出るとかなんとか。そんなところで1年も働けない。働いてもらえますよ、しっかりと。1年頑張ったら解放してあげますから。いや、旦那とより戻す、仲直りする。それでは頑張って働いてきてください。いや、2ヶ月後。無理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 、枕元に立ってた女の子、目が腐って落ちて私のところに。ギャー、嫌だ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 、もう見たくない。ああ、自分で自分の目を。残念ですが違う施設に回しますか。ユリ、私そこに行ってみたい。女の子の幽霊に会ってみたい。取り憑かれても知りませんよ。その後、あゆみさんは自暴自棄になっていたのか、謝罪をしたり怒ったりの繰り返し。それを見ていた旦那さんは、こんな人とはもうやっていけないって離婚することを固く心に誓ったんだって。ユリやひまわりの手助けがあったからスムーズに離婚はでき、親権は旦那さんのものになったみたい。それからお金も定期的に振り込まれているんだって。裏の施設に行ったからそれなりに稼いでるはずだよ、あゆみさんは。でもあゆみさんは今は精神がおかしくなっちゃって、自分で目をえぐったり、爪を噛んで爪がなくなったり、まあいろいろとやばい状態になってるみたい。そうそう、ひまわりが裏の施設に行って女の子と仲良くなったんだって。嘘か本当かわからないけど幽霊だって言うんだよね。ひまわりがやっぱり一番大物かもね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。